香港メディアの鳳凰網は、16日、インドのモディ首相が訪中したことと、合わせ、インドと中国の人口構造から見た国家の将来性について論じる記事を掲載、中国の時代は始まる前に幕を下ろそうとしていると論じた。記事は、中国が世界で最も人口の多い国であり、インドが中国に次いで2位の人口大国であることを伝え、共に古くから文明の発達した国同士でもあると指摘。さらに、2000年以上にわたって中国の経済発展及び科学技術はインドを上回っていたとし、19世紀より前の中国とインドを比較した場合、中国の一人当たりの国内総生産、GDP、はすっと、インドを上回っていたと主張した。続けて、中国は19世紀中頃に、戦争や内政の不安定化に見舞われたと伝え、国としての発展は植民地となっていたインドに、遅れることになったと伝える一方、中国は改革開放を、機に著しい成長を遂げたと主張。2014年における中国の GDP はインドの約5倍に達したと伝え、社会の発展水準においても、インドを10年から30年分は上回っていると論じた。一方で記事は、中国とインドの経済発展の速度が逆転してしまったと報じ、15年3月にアジア開発銀行 ADB が発表した報告書を引用し、15-16年度のインドの経済成長率は 7.8% に達し、初めて中国を抜く見通しと紹介。さらに国際通貨基金 IMF による予測でも、15年のインドの経済成長率は 7.5% に達する見通しだと伝え、中国の 7% 前後を上回る見込みと論じた。さらに、インドは人口構造が極めて自然であり、中国のように男性が極端に多い歪んだ構造ではないと指摘したほか、インドは中国に比べて若い人口がはるかに多いと指摘。14年における0-14歳の人口比率はインドが 28.5%、中国は 16.5% にとどまったとしたほか、65歳以上の人口はインドが 5.8%、中国は 10.1% と伝え、中国はインドより早く高齢化が進むと指摘。続けて記事は、中国の先天的な優位性は巨大な人口であり、人口のボリュームを背景に飛躍的な成長を実現したと伝え、中国が世界の 20% の人口を維持できれば市場規模や人材の豊富さを基礎として発展を続けられるとする一方、中国の低出生率は中国の発展を抑制する要素となると伝え、中国の時代は始まる前に幕を下ろそうとしていると論じた。